人体損傷ヘビです。口生です。なんだよそれ、もうやめてさあ今日もう今日ですよ。さあ今日片付け、あ、お、中掃除、中掃除のパート2、パート2、またね、段ボール買ってきてまたね、積み上げていきたいなと思います。はい、この120サイズ、はい、の段ボールですね。これを9個買ってきましたね。はい、どこに書いてある、強化、わかんないですか、強化段ボール、やめて。さらに今日もまたね、タオル類から、はい、入れていくのと、はい、こ、なんだっけこれ、この紙のこれに入ってるやつをね、ここから順番にちょっと整頓していくっていう形にします。はい、とりあえずはタオル類を早くしましょう入れていくんだけど、こうやってゆるゆりとか出てきちゃうとずっと見て俺はヘビに怒られる。本当はね、あ、ほら、本当は値段を調べたいぐらい。あ、まあね、最近あれだよね、意外と持ってるもので高いもの結構あるよね。あるね、値上がったもの。そうだね、小指打撲してるもんね。タオルないな、あんまり。で、ちょっと待って、あれ持ってくる。カット。全然準備できてない。できた、できてたよりできてない。でさ、あれだな、これ、これを準備、はい、して、ちょっとあれだよね、ポスター系を出しながら、ちょっとね、ここに出しながら、セットしていきたい。
は広くなるだろうな、うん、あ、できるだってあと5あと7ケース7ケースあるからフィギュアは全部向こうだから置いていて、いいよ。30分、いけるか、いけるか、いけるか、いや、いや、はい、あの、もう収集つかなかったんで一応自分たちでまとめてアクリルスタンドを、はい、まとめました。はい、したんじゃない？どこれ入れてるどっかに。まあ一時そこか、うん、はい、あと3ケースあるから、これ片付くね、もう少し、あとここ片付けて、あ、本当だ、あ、そうだっけ、まあ、こんな感じです。入れちゃおう、入れない、いや、で、見よう、今日はこんな感じです。ここまで、はい、ここまでです。だいぶね、まあ、非通路っぽいところは早かったと思います、うん、まあ、ここを最終的に何もあるで、そうだね、あと3ケース足りないから、はい、あと5ケースぐらい買ってきてまとまるんじゃない？うん、そしたらここにあと段ボールを、はい、2人とも入れます。完璧、はい、なかなかご視聴ありがとうございました。